それでは明治大学2015年の、情報コミュニケーション学部英語の問題を解いてみます。これも初めて見ますし、いつもながらのことですけれども、実際に初めて見てどうやって解いてみるかということですので、きれいな解説とか正解保証とかではありませんので、その点だけご了承お願いいたします。これは60分なんですね。なんで少なめなんでしょうかね。ここは穴埋めだったり、河川部に関する設問だったりで、大問2は、またこれも長いですね。内容一致を聞いてくるんですかね。で、大問3は会話の中で入るのを、選ぶんですか、これは。どういうことですか。ああ、1から5から選んでいくんですね。まあ、結構なボリュームなんで、1時間で本当にできるのかな。まあ、ともかく、つべこべ言わずやってみるしかないんで、やってみます。アジア人っていうのは結婚が遅いってことですか？で、あんまり結婚しないと。本当ですか？そうなんですか。南アジアでは、南アジアは早く結婚するんやんね。どういうことなんやろ？で、東アジアは、まあ、これも男性中心のシステムなんだけども、核家族に協調点がある。何遅いって言ってたのね、よく分からん。過去よりもか。昔よりもってことか。なんか伝統が崩れてきてるって話ですね。女性が独立してきてると。話ですね。だいたい見えてきましたね。で、南アジアとか中国っていうのは、もうほぼ普遍的だと。98%ぐらいの人が結婚すると。ほう。んで、そうですね。多分でも西洋では結婚しない人も多いですよとか、離婚する人が多いですよとかいう話があって、そういうことでしょうね。そんな話ですね。んで、東アジアとか東南アジアとかは、どういう、何なんだろう。コーハビテーションって何だろうな。一緒に住むこと？同棲ってやつか、コーハビテーションって。一緒に住むことやけど、そういうことでしょうね。日本とかで少ないってことは、いわゆる同棲ってやつか。そこがひらめかんとちょっと苦しいかもですね。そんな話ですね。で、西洋と比べてアジアっていうのは、女性の幸せが結婚にあるとかいうふうに思いがちなんですよね、多分。それで、そんな話があったりで、でもアジアも変わって、てるという話があり、西洋では離婚が増加したんだけど、どうのこうのとかいう話ですね。でもアジアだとそもそも結婚しないという選択肢を取りがちだっていう話でしょう。未婚率が上昇していると。この辺は、私も知ってる話なんで読みやすいですね。なるほど。同棲もしないっていうのがさらにそのアジア、日本も含むアジアの特徴なんですね。よし、大体話は読めたんで、これ60分って結構厳しいっすよね。埋めれるのかな？まあ頑張っていこう。This had profound、this っていうのが、結婚せえへんようになってきたってやつよね。This has profound implication for the rest of family life. In South Asia, it is traditional to have arranged early, お見合い結婚とかが多かったって話ですと。なんとか、men are dominant and the extended family is important. Where とかかな、これ。そんなんじゃないとはまらへんですよね。インフィッチね。そんなんじゃないと意味的にはまらないですよね。それじゃ解説になってないな。解説がするならば、この、そこにおいてはですよね。そして、その、南アジアにおいてはっていうふうに、この括弧1の後に完全文が来てるんで、こういう関係副詞が欲しいというとこですね。まあ、で、where も infinity も一緒なんで、いいでしょうというやつですね。象の逆説ではないですね。while とかでもないですよね。で、this age also has a male、男性中心で、one that stressed the nuclear family、nowadays it has abandoned the language、でも、読み合い結婚っていうのは廃れてきたと。In Southeast Asia, women have, 独女性が独立してきていると。But all three systems have escaped social changes just have family life in the West. Change to かな？ Have の後なんで動詞の過去分詞形が入るけど、そういうことか？
あ、アフェクティとか。なんでわかんねえのかな。合ってんのかな、そもそも。西洋の家族生活に影響を与えてきた変化を免れなかったやんね。だからその主語と目的語関係でぴったりくる動詞を選べたことですよね。西洋の家族生活をそのほにゃららした変化なんで、そんなら影響を与えた変化っていうのが綺麗ですよね、というそれだけの話ですよね。文法じゃないですよね。で、インセンスのチェンジはマラジルメンニアユニバーサルウィズ98%メンアンドウィミントラインティンのトリンザン。オンディアザーハンドとかですか？ちゃうな。A は何を入れんねや。あ、一単語書きなさいか。書きなさい。回答欄がないぞ。ちょ、待ちよ。回答欄がないから、これはわからんぞ。回答欄なんかついとったか？ついてないぞ、これ。ヒントが少ないんじゃないか。回答欄がついてないよね。おっと、これはちょっと困ったんで。回答欄にないんで自力で導くしかないね。オンジアザアザアザにしよう。A ですね、これ。しかも書きにくい。オンジアザーと。オンジアザーハンド。まあ、オンジアザー。In some western countries、あんまり結婚してないですね。A quarter of people、約4分の1が、30代の4分の1が have never been married。 1回も結婚してへん。never でしょうね。not でもいいけど。never ですよね。そういう話ですよね。while half of new marriage、しかも離婚も多いと。marriage continue to be the almost universal setting for in Asia。これよくわからない。only about 2% of births took place。 あれか。婚姻外の子供が少ないってやつやね。マリリコンティニビーって、オーモスニバース出てきて、フォーチャイルドバースとか、なんか出産とか、そんなんが欲しいですね、4番には。ここの、ね、コロン以下、このね、コロン以下でつまりって説明してくれてるんで、それが大ヒントですね。なんで、出産とか子供を産むとか、そんなん。チャイルドベアリングですよね、ここでは。それですよね。よしよし、バッチリ解けてるぞ。誘導に乗ってる感じがするぞ。で、インコトラスインス、あ、スウェーデンとか婚外子が多いって話ですよね。あー、オッケーオッケー、読めてきた。だから、このコーハビテーションが同性っていうのもすぐいけそうですね。でも、まあ、語源に通してね、あ、語源に遡って考えると、コーが共通に一緒にで、ハビットが住むなんで、インハビタントとかのハビットなんで、一緒に住むやから同性ってひらめけばいいですね。で、まあ、アジアでは少ないですよね。The Honiara is Japan where among women born in the 1970s about 20% say they have lived with a sexual partner without being one。なんや、B は自力で入れるとこやね。The Honiara is Japan where among where、 ここは挿入句ですよね、この among we からの。where about 20% say they have lived with a、 なんか少ないんですよね。結婚前に同棲したって人はたった20%だけやと。The Honiara is Japan。 これは見にくいな。回答用紙の一文字欲しいな、非常に。何やろ、なんか典型例、ザ・ティピカル。いや、そんな何でも入るやんけ、これ困るやん、どうしたらいいやろ。ザ・トップとかね、トップかもしれん。トップじゃないよな、これ無理やって、回答欄ないと無理やし、あってもちょっと厳しい気がするな。これは厳しいな。ザ・何やろ、ザ・トップ、ザ・トップ、ザ・典型例。いや、これは考えても仕方ない。でももうちょっと考えよう。こんなんでよく入るのないのな、ザ。いろいろあるけどな。その後を読んでも仕方ないやんね。仕方ないね。もうあとアメリカとかの話になってますもんね。そうやね。ザ。ハビゲイザ。ザ、イグザンポではないよな。ザ。The 何々 is Japan where about 20%。 これあかん、こんなんかあかん、ここで時間浪費したらか。もう適当に書くと、ザ・トップとかに。トップじゃないけどな、これ違うと思うねんけど、一字ないから無理やって。あっても無理かもやって。で、ここ OK で、 traditional attitudes live on in other ways。
Compared with Westerners, Asians are more likely to agree that women's happiness、consists、これはいけるね、consist in marriage。 女性の幸福は婚姻の中にある。 consist で単数形か、ハピネスは単数形なんで三単元の S を忘れずにつけるってやつだね。コンシスツと、よいしょ、これでどうや。うん。で、they are more likely、仕事、結婚したら仕事辞めとかいう話ですね。And more likely to dream of having sex before marriage、more likely to、ほにゃららオフか。アボイドかなと思ったけど、オフがいらんよな。これもヒント欲しいな。頭文字欲しいな。More likely to ほにゃららof having sex before marriage. Disapprove とかかな。不同意。ちょっとこれはなんとも この問題が、ちょっとこっちに書きますね。Disapprove ぐらいにしとこうか。考えてもわからんし。要はネガティブな意味が入るっていうのは分かんないけど、選択肢なしでひらめけっていうのは結構厳しいですよね。で、それで、まあなんかの調査が言うには、あ、イスラムの人とか、うん、は何なんだよ。Say that family should choose a woman、 あ、家族が、あの、夫を選ぶっていう、あの、家制度的なやつなのか。そういう話ですよね。まあ、そういう話でいいよね。Yet Asia is, でもアジアが変わってると。Although the two sex and marriage are different from those in the West, the pressure of wealth and modernization upon family life have been just,見えてきた、見えてきたと。Although, なんたら two sex and marriage are different. これは選択肢あるんやったっけ？そうやね。なんとか to attitude かな。 attitude to sex and marriage are different from、ね、アジアと西洋で違うというのは伝統よりか態度ね。しかもなんとかに対するって to があるんで、考えるか attitudes でしょうね。態度どれも別に入らなくないけど、一番なんかよく見るのはぐらいで、結構解き心地悪いですね。解き心地悪いですよ。まあ行きます。they have simply showed themselves in different、だからその近代化のプレッシャーとかは一緒なんですよね。で、西洋においては流動性って俗に言われてるやつですよね。その離婚とか同性とかが多いってことですよね。でもアジアっていうのはそのなんかその伝統的な規範態度そのものは維持されてるから、じゃあもう結婚しないでおこうというふうになるってことですよね。 In Asia the include later the 結果みたいな theあかん、ど忘れしてる。あの、何や、ザ、結果って、ね、ザ、リザルトよりか微妙な、リザルトでもいいのかな。コンスクエンスかリザルトかどっちかやね。頭文字があったらいけるけど。ザ、コンスクエンスインクルードレイターマリアージ。ザ、リザルトにしとこう。これ、まあ、頭文字でそういう、そのどっちかかなとは思うんやけどね。ちょっともう、狭いんで、ここに書いておきますわ。これで A, B, C, D, E やね。一応5個書きましたと。は、その、より遅く結婚して、より少なく結婚するってことですね。で、うん。そうですね。あ、ここまででよく分かりましたね。The Asian avoidance of marriage is new and striking. これも話読めたけど、このあは何やとはどんな意味かと。で、そのアジアでは結婚せえへんようになってきてるって意味ですよ。That fewer people are finding a partner. That people in Asia do not like 好き嫌いの話じゃなくて避けてるってことやんね。Marriage means いや、これではないね。むしろ避けてんねんから。People are having children before これでもないね。Fewer people are finding a marriage. まあ、一応これか。パートナー見つけるっていうのと若干微妙やけど、まあ。ね、比較考慮で一番マシなのは A ですよね。単に結婚策が出るってだけの話だけどね。うん。Only 30 years ago、そうですね。まあこれパーセントとかはいいですよね。昔は結婚してへん人は少なかったんやけども、今は多いんですよね。うん。うん。すごい変化ですよね。まあよくわかります。んで、
その注目すべきなのは女性が結婚してないってことではないって言って、ノットって言ってますね。それは西洋でも起こってると。ノット A、バット B ってやつですね。まあ、せっかくなんで解説でいくと。A ではなくて B だと。こっちのノット以下ではなくてバット以下の方が大事だと。They have never been。あ、一回も結婚してへんで、同棲もしてへんってことの方が重要やと。スウェーデンって同棲してるもんね。The ほにゃらら of women in their late 30s who are single is high。The ratio、レイシオとかレイトとかどっちやろな。The ratio、the rate、the rate でいいのかな。あ、これ選択肢あるんや。自分で書くんじゃなかった。プロポーションやね。比率やね。そういう系列が欲しいわけやね。は高いと。でも、but that is because marriage is disappearing as a norm。あ、これわかる。結婚が規範として消失しつつある。つまり、別に結婚せんでも同棲してたらいいやんって話ですよね。で、別に子供が別に婚外子でもいいやんという話やんね。よしよし、これわかるぞ。Many people hold an idea that marriage brings。これがむしろ逆やね。正反対。これが規範です。Marriage does not matter to many people in making a family。こう、若干掘りやね。Marriage is an indispensable element。必要不可欠なんですよね。indispensable。なしで済ますことのできないから、これも逆やね。Many people do not accept marriage。そういうことではないよね。結婚してるカップルを受け入れないって話ではないし、これか。結婚っていうのは関係ないと。多くの人にとってと。家族を作ることによって、家族、ファミリーの定義によるんやけどね。まあ、それをファミリーと呼んでいいならこれでいいやろうと。そうやね。まあ、これで、ああ、いったか、大体全部いったね。あと適切なタイトルか。なんや、これ選択肢見る前にあらかた予想をつけといた方がいいよね、こういう時って。西洋とアジアとの比較をしてて、結婚について。で、その最近近代化が進んできて、その影響の現れ方がアジアと近代では、あ、アジアと西洋では違うとか、そんなを全部含むようなタイトルが欲しいですと。で、こっから選択肢を見ると、さあ、ディクレレバースレイトの話ではない、出生率ではないやろ。トラディショナルエイジア VS モダム。まあ、一面ではそうやけど、これちょっとなんか結婚って観点が抜けてるから、かなりバツくさい保留やね。ザ・リターン・オブ・トラディショナル・ファミリー・ライフ・イン。いや、リターンしてないしね。エイジアン・ビヘイビアル・チェンジ・トワーズ・マリエ。まあ、これか。西洋との比較っていうのがないけども、比較、まだマシやね。絶対、マリアージは必須やからね。エイジアン・ビヘイビアル・チェンジ・トワーズ・マリエ。まあ、西洋はあくまで比較対象で、アジアが主題だったのはわかるから D でいいだろう。よし、よっしゃ、いった。で、2番は、これはどんなんやったかな。あ、何も線もないんか。単に内容一致やな。よし、じゃあこれは、だからざっと読めばいいね。あ、やっぱ1時間でいけそうですね。ちょっと急ぎすぎたかな。まあいいです。行こう。Many people believe in the good sense of science。科学を信じる。科学の良識を信じるって話。There is nothing strange about this because it is rational to believe in science rather than anything else。まあ合理的だと。After all, it is to test itself at every opportunity。なんやろ。あらゆる機会でテストしようとする。 A method that is as rigorous and careful as it can be is the definition of good science. If it doesn't do this, it isn't. ちょっとよくわからないこの辺。 How will this fact create a puzzle? If science is all about disbelief and being very careful, shouldn't anyone with a scientific mind also this? 科学っていうのは、その疑ってかかること。まあ、デカルトでもいいかもし、もっと科学的な手続きでもいいやけど。ってことは、科学を信じるっていうのはなんかおかしいんちゃうかという話ですね。あ、ちょっとややこしいですね。よしよし、面白そうやね。で、乗った、あ、パラドックスではないと、パラドックスで一瞬見えるよね。Impossible to believe in the science method。わかった。科学の手続きは信じるけど、人が発見したのを妄信はしないって話ですね。There is a problem when scientists deny the claim of, say, a creationist who believe that God could… あ、何？創世記を、神の創世記を、聖書のやつを信じてる人とか、そんな話ですね。とか、地球が平らだとか。そういう主張を排斥するのに困難がある？どういうこっちゃね。そんなんは明らか間違ってますよね、現代科学ではね。で、while knowing that there are many errors and a lot of misleading information is… まあ、そうですよね。で、a good example of this is a topic of… 気候変動。興味深いですね。その気候学者っていうのは、困難な時間を過ごしていると。
保守的な政治家とか経営者とか、その気候変動というのはトリックだっていう人と戦ってるんですね、科学者は。で、他方で、でも逆にその誇張とか間違いとかもあるってことですね。その古代広告みたいなのもあると、気候変動に関してと。難しい立場ですね。で、誰か具体的な人が出てきましたね。パトリシア・ファーラさんですね。は、なんか本で言ってるんですね。4000年の歴史って大きい話ですね、科学。ね。There's no guarantee that 保証はないと。最も近代的、現代的な発見っていうのも、反証されない保証はないよね。そうやね。すべ、えーと、99%は仮説みたいなね、昔流行った本を思い出させますね。そうですね。そう、過去を見てみたらそうですよね。確かにそうですよね。過去にね、一回確立されたものが間違ってるっていうのはよくありますよね。だから今の科学もまた未来からは間違ってると思われるのもあり得るという話ですね。この辺はよくわかりますね。んで、それで、そうですね、その偉大な科学者の説が正しいっていうふうになってきたけども、でもそれでもまた間違ってるかもしれへんってことに開かれてるんですよね。誰かがちゃんとそれを反証したら、それはそれって話ですからね。そうですね、科学者も人間ですしね。で、人間は間違いますしね。そうですよね。そうですね。いろんな、まあ、間違いがあるということですね。他の科学者によってそれを発見されることがあると。で、19世紀の終わりに、から今まで、もう全て説明したってところに近いと。すげえな。そんなとこまで思ってるんや。もう科学は終わりみたいなんですか。ほう。でもちょっとまだ違うって話ですか？結構内容高度ですね。長いし高度やね。で、間違いを避けると、で、ピアレビュー、同僚からの評価って、その間違いを避けるためには、そんな話ですね。結構これ高度ですね。そうですね。何？同僚やから甘く見積もって他の人のミスを見逃してしまうとか、製薬会社から資金援助を受けてるから、という結構踏み込んだ内容ですね。最近でもよく出てますよね、これ。こういうね、その間違った結果が流通してとかいう話ですよね。何を信じたらいいねんと、誰を信じたらいいねんって疑問に私たちは行き着きますよね。で、誰も信じるなと まあそうなりますよね。懐疑主義ですね。でもそんなら生きられないですよね、ということですよね。結構厳しいですね。非科学を信じる方がいいんかとかね。科学が間違うからと。でもそれも違うような気がするしね。長期的に見たら今の科学も否定されることって十分ありますと。まあでも、そうかそうか。もう方法として、その科学の方法、そうやって反証していくっていうような方法をとりあえず信じとくのが、まあ一番マシなやり方じゃないかなっていうとこですね。まあ本当なとこやけど、これ高度ですね。いい文章ですけど、高度です。よし、という問いに進もう。Which of the statements below mean the same as the puzzle referred in the text? パズルって悩ませるっていう動詞ですよね、多分。下線も引いといてほしいんだけどな、前は。Many people believe in science more than anything else in life ではなくて、Believers in science should accept the result of... あ、パズルって、
名詞で使ってんのか、ちょっと下線部が欲しいの、どこにあったんか探さなあかんやん、これ。パラドックスはあるんやけど、パズルとかどこにあるんよ、これ。下線部引いておいてほしいよね、激しく。あ、これか、ここか、見っけた。This fact creates a puzzle。 パズルやね、パラドックスもほぼ一緒やんね、逆説やけど。もし、ここの if 以下ですよね。もし科学が不信で、違う違う違う、if science is all about this belief and being、ああ、科学っていうのは信じないことに関するものであって、とても慎重なのであるとするならば、誰もが、科学的な精神を持っている誰もが科学そのものを信じないのではなかろうかと。あ、もう訳しにくいけど、そういうやつですね。なんや、どうやったら分かりやすいのかな。だから科学っていうのは、そうやって全てを仮説だとして疑ってかかって、何事もいきなりパッと信じるっていうことをしないというのが特徴なんだから、そういう科学の精神だから、科学ってその特徴って方法論、そういった方法論にあるのであって、その成果、中身を何も考えずに盲信する、盲目的に信じるっていうのは科学じゃないでしょっていうようなパズルやんね。うまくどこまで伝わってるか分からんけど、そういう話なんですが、そのパズルやんね、パズルをうまく表してんのを A から D で選べってか。Many people believe in science more than single science。 これ別に矛盾になってないね。だから矛盾って、科学っていうのは疑うべきもののはずなのに、その科学を頭から信じ込んでしまってるってやつですわ。その矛盾が出てるやつが欲しいですね。Believer in science should accept the result。 これも別に一面的ですよね。Good science carefully and strictly questions its own result。 いや、そりゃそうなんやけど、両方出てないかな。Science is not something that can be proved until many years。 ああ、答えにくいな、パズル。Which of the statement below means the same as the part referred to in the Science is not something that can be proved until many。 おお、この D は結構訳しにくいな。科学っていうのはこういうものではないと。で、どんなものではないのかって言ったら、証明されるものではないと。で、until many years。 長い年月が過ぎ去るまで証明されるものではない。ああ、ややこしい。D が一番近いような気がするんだけどな。このパズルやんな。あの if のとこやんな。だから科学っていうのは、疑ってかかるもんだから、科学を信じるってどういうことよと。そういうやつですよね。もし科学っていうのが、その慎重で何もパッと信じないというところのものだとするならば、科学的精神を持つ人は誰も科学そのものを信じないのではあるまいか。やね。そうやね。そこやんね。それはわかるんよ。そこはわかるんやけど、この選択肢が微妙やね。パズルっていうのは、だから科学的精神を持ってる人は科学をパッと飛びついて信じない。It's a careful and strictly question its own。 これか、一応 C か。Good science carefully and strictly question its own result。 これが一番近いよね。うまく説明できるかな。いい科学って言ったら、もうなんかいい内容を出してそう。だから信じるに値するようなもんだけども、いい科学ってことは慎重に全てのものを疑うってものなんでという、その矛盾がこれ出てますよね。これやんね。これや。一応分かった気がした。D も一面だけですよね。この何、矛盾パラドックスっぽさが出てんのは C ですよね。いい科学なのに信じられない。パラドックスですよね。よし、これでなんとか説明になってるかなって気がしますね。うわー、これはハードや。The problem that scientists have when they deny questionable theories is that。 どこの話やね。科学者が疑問の余地のある理論を否定するときに、持つ問題っていうのは、そんなん書いてあったっけな。ちょっと記憶がないから怖いな。あ、だからあれか、地動説。じゃあ、あれや、ああいうやつや。あそこや。創世記とか地球が平らとか、その辺やね、疑問の余地になるっていうのは。それか、それか。その問題って何や。その問題、もうちょい前か、ここか。ここやな。ディナイって見つかりましたね。ウクレームセイ。ここやね。これが疑問の余地になるやつですよね。オッケーオッケー。こういう時にどんな困難があるんやろ。
Although these beliefs are clearly 明らか間違ってるやんね。だから問題なさそうに見えんねんけど、なんなんや。Scientists deny them while knowing that there are many errors and a lot of misleading information in the everyday work of scientists. Scientists deny them while knowing that there are many errors and a lot of misleading information in the everyday work of science. ああ、一応ここに当たると明らか思うんやけども、だからその日々なんか新聞とか日常会話とかで科学が間違ってるっていうのを分かりつつっていう困難、あんまり綺麗にはまってないな。あ、だからそうかそうか、何も創世記とか地球が平らっていうのだけが間違ってるのじゃなくて、日常にいっぱい間違いっていうのあるんだけども、取り立ててその何、地球が平らとか創世記とかを否定せなあかんっていう困難か。それだけが悪いんちゃうのにっていう困難。それでいいんか。Many scientists do not follow the... この手続きの話ではないやろ、今。Some scientists believe that God created the world in... いや、これじゃなくって、これ具体例やから。In the future, scientists may prove that the world is flat. いや、これでもないやろ。They know that scientists have made mistakes in the past. これが一番まだ近いかな。微妙。なんか A は一旦生かしときたいな。B と C は消せるけど。The problem that scientists have when they deny Christmas theory. でも今んとこやね。これなんかめっちゃ解きにくいっていうか難しい気がするんやけどな。Deny them while knowing 以下から答えると思うんやけどね。There are many errors and a lot of misleading information in the everyday work of science. だから科学者が間違ってるんやから。だからどれも間違う可能性があるんやからって話やね。そういう意味では平等だよね。多分メイドミステイク。これかな。全の科学者間違ってるんだから、創世記とか地球が平らだけが間違ってるんじゃないということでしょうね。With reference to climate change, many scientists. あ、これなんか両面から責められるってやつだね。そうやね。そんなん大丈夫やっていう政治家とか経営者にはやっぱり問題ありますって言わなあかんし、過剰に駆り立てても地球終わりですとか誇張しすぎるメディアとかに対してはもうちょっと冷静に見てくださいって言わなあかんという、この両面があるってやつですよね。Worry that the big business leaders and politicians will not provide them with support for their work。 まあそれも一応そうっちゃそうやけどね。 Don't want to admit that they have made mistakes that have damaged the climate。これでもね、ここで自分たちはミスしたとか話はしてない。Feel they cannot argue their case too strongly because mistakes have been made in research。これでもないよな。Think they have tricked people into believing that climate change is... いや、科学者がトリックしたんじゃなくて、メディアとかって感じやんね。Worry that big business leaders and politicians will not provide them with support for their work。まあ、一応 A があれなんやけど、片面だけしか書いてないのがやや気がかりなんやけどな。それでいいのかな。many they want to argue strongly against conservative politicians and big business leaders who say that climate change is some kind of trick being played on the public by scientists。 こっちの一面の方はいけてるから、それで選べってことかな。そうやんね。ああ、今抹茶と着心地が悪いっすね。でも、ちょっと時間も使ってきたな、やばいな。The words of Patricia Farah imply that scientist。本書いた人やんね、4000年の科学の歴史とかいう。この人が言うには、あれやね、だから今の水準もまた明日覆されるかもしれないってやつですよね。全ては仮説みたいな、99%は仮説みたいな話。ですよね。そうですよね。そうやんね。そういう内容でいけるかな。The world have learned from the lessons of failed science in the past。 まあ一応合ってるっちゃってな。 Do not suffer from the pride of the scientists of history。 こんなプライドの話はしてないね。 Can be guaranteed to produce results that are true for the present。 Can be guaranteed to produce Result that are true for これでもないね。保証されてないからね。Will continue to make a conclusion too quickly from the result。
サイエンティストが主語で、サイエンティスト have learned from the lessons of failed science in the past. Do not suffer from the pride of sense of history. Can be guaranteed to produce results that are true for the present. Will continue to make conclusion too quickly from the... まあ、D があれやね、すべてが誤りうる。でも早く結論付けすぎる。こんな、ここまで言っちゃっていいんかな。Will make mistake っていうのが早く結論付けすぎるってことやんね。だからそれか。あ、難しいなこれ。The achievement of great scientist of the past。 過去のガリレオとか出てたよね。そういうアチーブメントはと、まあ、さっき選択肢読もうか。 Have proved be true over in the course of a long period。 これ言ってたね。 Continue to inspire modern scientists and lead them to avoid、 これは言ってない。 Do not have much to do with、 あんま関係ないと。 Our lives today because modern scientists has proved to be more、 そんな話もしてない。Lead ordinary people to believe that the work of every scientist is equal to the... こんなんも言ってない。ええやね。長年にわたって証明されてきたっていうの言ってたはずやし。まあいいわ。これ言ってた記憶にあるからいいや。Why do scientists sometimes make mistakes? なんで科学者もミスするのか。人間だから。人間だから。They don't have the necessary training and experience to do their work efficiently. こんなんも言ってないよな。There are too many pressures for them to make money rather than tell the truth. これも製薬会社の云々の下りはそう読めなくないけど、ちょっと違うよね。The findings they obtain lead them to create theories that are not sufficiently supported by their data. The work they do is too difficult and they can't concentrate enough to avoid mistake. おお、これも解きにくいな。どこを採用したらいいんやろ。これこの大問にすごく嫌ですね。飛ばしたくなってきたな。絶対時間足りへん。これ飛ばした方がいいかもな。ちょっと飛ばそう。うん、3番これちゃんとやったら全問取れさえしね。それ行こう。時間が足りへんもんね。だってあと20分やろ。ちょっと厳しくはなかろうか。うん、会話文やね。 A から H、 1から5が入るの ABCDEFGH。 だから8個やから全部埋まるとは限らんのか。ともかく読んでいこう。How is apartment hunting going? Don't ask. I've been looking for 2 weeks for now and still haven't found anything suitable. だから物件探しどうと聞かんといてってずっと頑張ってんの見つからへんねんと。まず何が問題なんと。If anybody, だったら、like, it is a, 高すぎるか遠すぎるかなんよと。If cost is, もし高すコストっていうのがあれなんやったら、you should sacrifice, どっちかやでと、トレードオフやでと、まあ、ね、The problem is that I really hate commuting. The latest place I found was a 1 hour bus. 1時間バスはしんどいな、キャンパスから確かに。What do you think to do は、でも、A さん割とあれやで、厳しいね。1時間の通学やってるなんていっぱいおるよと。なんだかんのと。Yeah, I guess I'm just not good at getting out of bed. 時間通り起きられへんねんと。特に朝と。I'm nearly always late. もう9時の1限目に遅れそうなんやと。いや、そうで、まあ、同情はするけど、あれやと。一緒に行動せなあかん。If you get organized, need to get your act together. 行動を実させなあかんよってことかな。Prepare your staff for the, ちゃんと準備しとけと。で、早寝ろと。そんなら起きれるでと。大したことちゃうと。In my heart of hearts, I know you are... まあ、わかると。わかってんねんけど。けど、そういうシナリオ起こらへんと。何が面白い言い方すんな。I can... まあ、それについては口論しないと。If you want to... じゃあ、近くにいたかったら、going down market ってどういうことやるな。You want to get a place in the cheap area. エリアを変えろってことか。で、ノーウェイ、そんなまさかと。ここから動きたくないよと。セーフティーっていうのが私のモットーなんだと。じゃあ、もっと小さいところに行けと。なんか堂々巡りやね、これ。嫌な予感がするな。うん。で、共有にしたらええと。でも、そのトイレとかキッチン共有は嫌やと。去年やったんやけども、その同居人っていうか、ハウスメイトが、何や、だから あれで私が洗わなあかんかったんよと。それからもう家帰りたくなったと。あかん、シェアするのは論外だと。
まあ、わかるけども、なんか妥協せなあかんでと。寮に入ったらどうってやつか、これ。留学生なんやろと。なんかあるってと。それいいかもやけど、申し込む遅れたんやと。もう残ってへんかったんよと。その結婚したアコモデーションだけしかと。でも私結婚してへんからその資格ないんよと。じゃあ結婚すると、そんなオチかい。マジでそういうオチか。よし、また会える。あ、でも愛で結婚したいと。寮のために結婚したくないと。そりゃそうやね。まあ、ジョークやね。ちょっと笑わせるのはあれやけど、面白いけどね。結構それ、その感じや、いい感じになってるやん。何？ You late hate commuting, but to me it seems like that's the only option. 嘘？だって only 嘘？それで終わっていいの？それ、嘘？それで終わっちゃって結婚することになってしまってるやん。いいんかな？いやいや、そう、気を取り直して問題に行こう。I don't think it's worth risking danger just for cheaper price. この辺はなんか、地区の話をしてたとかね、安全性とか、で、なんとかの話ね。I had a big argument with one of the... あ、ここあれやって、これ覚えてるって、私は議論する気ないわ、とか、なんか唐突に言っとったから、ね、不動産屋で議論したんやっていう、口論したんやっていうのは、これどっかに入るわ、そこら辺に入るわ。Get your... You need to get priorities right. まあ、これどっかでなんか、どっかで妥協せなあかんでっていうのとほとんど一緒やね。Seriously, why don't you just move further out? もっと外行ったらどうなんよっていうのは文脈次第ね。I just couldn't face a long commute on a regular basis. これは最初の方やね。長い通学嫌やと。だからまず、口論したっていうのが一番入りやすそうやね。ここやな、D やな。I can't argue with that. 前も見よう。In my heart of hearts, I know you're right, but I also know me and your scenario just isn't going to happen. でも、I can't argue with that. って言ってるから、でも、ここに入ったら変やんね。どっちが探してんやったっけ？だから B さんが探してるんやから、この I had a big argument with one of them って言ったら、これ A さんの発言だって欲しいよね。あ、じゃあここじゃないのか。あ、A さんじゃなくて、ごめん、B さんや。この探しとるのが B さんやね。だから B さんの発言、不動産屋と喧嘩したんは B さんやね。全部なんやからね、しかも。ちょっと嫌やから、もう一回最初から見よう。I have a problem with hunting going. Don't ask. I have been looking for 2 weeks now and still haven't found anything suitable. まだ見つからへんねと。で、ここは A は何も入らへんで済むんじゃないかな。What seems to be the problem? You know, I found anything that I like. It is that too expensive or too far away from the university? で、B にその優先順位をどうのこうのっていうのは入りうるね。You need to get your priorities right. まあでも保留やね。ここで決めれへん。もしコストなんやったら、近さっていうのは犠牲にせえと。でもそのコミュートが嫌だと。1時間だと。C にコミュートが嫌って入りそうやんな。ここに、だからこっちに A とか C とか書いていったらいいんか。コミュートが嫌、レギュラーベースでコミュートするのは嫌だと。これ C ぐらいがいいんちゃう？あ、だからこれ A さんとか B さんの発言って最初に色分けしといた方が分かりやすいね。探してる人が B さんやから、これ B さんの発言やろ？これアドバイスしてる方やから A さんの発言やろ？これもアドバイスのしてる人やから A さんの発言で、これ多分 B さんの発言やと思うね。喧嘩したんやからな。で、1番は、これも探してる人の B さんの発言や。最初にこの色分けをするのがコツやわ、そういえば。思い出してきた。だから5番は C に入ったら綺麗ね。B さんの発言もね。で、a lot of students do なんでお前わかんねんと。でも普段から寝坊してるとか、ちゃんと準備しとったらええやないか、うんぬんかんぬんやね。はい、そうね。だここ D にすごいあれを入れたんやけどな、argue とか言うからね。I had a big argument with one of them っていうのが意味不明なのな。そうやね。だからここに入れたからな。で、何やったっけ？
じゃあ近くがいいんやったら、市場のところ、柄が悪いとこって意味なのかな。市場、マーケットのとこに行ったらどうよと。そんならもっと安いのあるかもしれへんでと、近くでと。で、そんなん嫌やと。動きたくないと。セーフティー、だから安全の話ここやんね。だから E にさ、なんか安全の話があったと思うね。I don't think it's worth risking danger just for cheaper price。ここやな。B や。これや。これが。この E や。E。1番はいいやろ。これで綺麗にはまってる気がするぞ。それで、そんなら、共用でちっちゃいところに住んだらどうなんよと。でもあれやね。I did that last year and some of my homemade had gross これか。ハウスメイツと喧嘩したんか。そっちやな。この喧嘩したんが不動産屋じゃなくてハウスメイトや。だからこれを F に入れたらいいんやで。ね、全部、この全部を指す人がおらへんもんな。そこに着目やんね。そういうことか。だから共有は嫌やと。じゃあ、でもどっかで妥協せなあかんでと。んで、量はどうなんよと。でも、もう残ってへんかったんやと。なんで、あと結婚云々とか思わぬ、まさかの展開やね。ね。だから、あとは残っている3番と4番。どっちも A さんの発言か。You need to get your pro serious は、seriously, why don't you just move further out? シリアスリーって言ってるから、これ最後の冗談のとこなんかな。I understand you hate community, but to me it seems like that's the only... そうか、that is the only solution がここの H が抜きやと結婚がソリューションなんて思ったけど、そんなわけないやんね。もっと、郊外に出たらどうなんよっていうのが H に入るやん。むちゃくちゃこれミスリーディングやな。これがここが H に入るから、いや、びっくりするよね。結婚が結論になってるやんって話やんな。シリアスリーってことはこのラフの後に言うんやんね。ねえ、ザッツ、このザッツでオンリーオプションってザッツはこの H の郊外に出るを指すんか。結婚を指すやんね、この H がないと。すごいわかりにくいぞ、これ。そんならプライオリティっていうのはもうこれは、ここの B に入れとくしかないんちゃうかな。そうやんね。これでできた感があるから、さっきの飛ばした問題に戻ろう。これ大変やってな、もう、ねえ、もうちょい一頑張りかと、10分あるから一頑張りしようか。6番置いといて7番いこう。Which of the statement below best matches the meaning in the text? Scientists at times have believed that they know almost everything there is to know about the... 微妙やね。Stephen Hawking is a brilliant scientist whose predict about the laws of nature have not changed. こんなことではないね。In the 19th century, scientists did not have much knowledge of the world and were frequently... The situation today is very different because scientists are sure that there are no more mysteries about how nature... そんなこともないよね。そういう結論でいいやね。まだまだ。だってこれから新しいこともあるやんね。I doesn't have believed that they at times have believed that they know almost everything there is to know. They know almost everything there is to... Scientists at times have believed that they know almost everything there is to know about nature か。そうか。そういう切り方か。自然について知るべきものであるもののうちのすべてのもの、ほとんどすべてのものを知ってると思う。どっちやろな、 A か C やんな。Which of the statement below best match the meaning in the text? テキスト全体、これ選びにくいよな。もうちょっとなんか主題的なものを出してほしいんやけどな。未来にも間違うかもしれへんから、暫定的には真実として受け止めといたらいいやんっていうのが主題やと思うんやけどな。いや、違うわ、これ。文のあれやから、ピアレビューとかの前のとこで、これあれや、その該当箇所でやっていくんやな。ここか。だから、あれやね、もうほとんど知ったって思っとったっていう、こっちの話を取るんやんな、多分。こっちやろ。
ああ、やばいな。まあ、いい子。The system of peer review っていうのは機能せえへんかもしれんってあったよね。Code mistake found in research paper in It's designed to carefully check the work of researchers and academics. ドラッグコンパニーの話とは別なんよ。Encourage pressure from the media to make attractive headlines。これも関係ないよね。だから、ミスをい、あの、うまく機能してるかしてないかってね。A はしてなくて B はしてると。うまく機能してないっていうような論調やったと思うけど、一応見よう。これ、peer review in future academic peers are carefully examined by expert to discover any mistake だよね。But this has often failed to detect errors and has allowed 40 papers to be published だよね。Some of these 40 researches even quoted、引用もされてるよね。だから、It's designed to carefully check the... デザインされてるのはその通りなんやけどな。Carefully check the work of researchers and academics。それは合ってんねんけど、Code mistakes found in research papers in other... 分かってたら引用はしないやんな。これ、どうせっちゅうんやろ。The system of peer review quotes mistakes。そのミステイクを引用するっていうのが分からずにやってんのか、分かってて故意にやってんのかっていうのがこっからが読み取れないよね。分からずに見過ごして引用してるとは言ってるよね。Found in research papers。決め手がないんやけどな。In other academic works。いや、事実として起こってるけど、で、B が設計、目的としては B なんよね。どっちも追ってるように見えるよね。で、キューティアフリーチェックザワークブリサーチョーザンアカデミックス。ゴトミスクファ。こっちってことかな？ A を意図的に取って。まあ、行くしかない。The author's opinion of Ellis advice は全てを疑うってやつね。でもそんなんしてたら日常生活営めませんやんってやつよね。It's that it is important in helping us to understand how to... これじゃない。Would lead us to being unable to make any decision。これは近いね。Could make us question basing and find useful answers. Suggest that there is a certain answer to question life. これやな。ここはできた気がする。Which of these statements best to cover the test? これが単位やね。これが全体でやったらいいや。Science explains the ultimate laws of nature for all time. 違う。常に間違ってる可能性がある。Non-science can lead us to the truth in the end. そんなことない。There are limits to the achievement of science. これはいけてる。The scientific method guarantees that mistakes are not made. そんなことない。これと。90はいけたな。876あたりが厳しいな。Why do scientists sometimes make mistakes? なんで間違うかっていうのも本文に書いてあるので言ったらいいやんね。で、場所の順番になってるやんね。だからこの辺か。The reason for、間違う、ここか。The reason for this are that the theory that scientists create are hardly ever fully supported by the data。完全にデータに支持されてないね。And because it's human beings and human beings can make... あと人間ミスするっていうのは分かりやすかったんやけどね。Lie or obvious... ああとか嘘ついたりもするか。Long include the claim made in the nature that the false... だからデータにサポートされていないというのがまだマシっぽいな。The findings they obtain lead them to create theories that are not sufficiently supported by the... これや。本文読めば一応見えてきた。The work they do is... これではないな。人間だっていうのにそういうそこまでの意味を持たせてないやろ。から一応選べたな。78が厳しいんやけどな。厳しいな。7番ももう一回本文に見ればなんとかなるかな。ここら辺やんね。プレゼンテーションサイズハブステータス。もう全部見つけ切ったっていうような感じに。あ、このホーキング博士ないね、これ。言ってたと。でも、おばてんや、あ、でも10年後に同じホーキング博士が、あ、でも違うと。あ、the one we might have painted just a decade or two ago。ああ、そっか、ホーキング博士でさえ10年で理論の訂正をしたって話やな。それや、読めたぞ、読めたぞ。だから、これか。
Scientists at the time have believed that they know almost everything there is. Stephen Hawking is a brilliant scientist whose predictions about the laws of nature have not. B は逆やな、だからむしろ。The situation today is very different because scientists are sure that there are no more mistakes. 違うね。In the 19th century, scientists did not have much knowledge of the world and were frequently wrong. C の方が近いんかな。19th century でいいのかな。どっちに力点があるんやろ。その全部知ってしまったみたいにおごり高ぶるところに力点があったら A やし、よく間違うって意味では C やし、19世紀よく間違う。19世紀じゃないんよな、でも現在に至るまでなんよね。なんで、ありがとうございます。言ってることはそっちやんね。ああ、ちょっともう時間もないし、行っちゃうか。うん。ここの3番は行ったし、周りはね、ちゃんと全部の問題に答えてるかっていうのをもう一回通して見る時間帯になってきました。全部ここは1、2、3、4、5、6選んでますね。これも無理やり1、2、3、4、5。ちょっとめっちゃ汚い字ですんませんが、一応もう一回綺麗な字で書こうか。よいしょよいしょよいしょ。ねえ、アザートップコンシスツディスアプルーブリザウト。ちょっとこれ回答欄がないんでね、というのはあります。でここら辺は選んで、一応選んでるね。でこの2番が厳しいんやけど、一応全部選んではいってるね。ちょっとこれは自信がかなりないです。ここもまあもしかしたら間違ってるかもけど、まあまあいけてるでしょう。というところでもうほぼ時間ですので終わりにいたします。え、ちゃ、間違えた。